んにちは。 Google 認定教育者レベル2の前田です。この動画では千葉県の辻文明先生がお作りになられた自我成功の3次チャレンジに挑戦していく様子を紹介します。29回目は Gmail で自動振り分けを設定に挑戦します。メールの自動振り分けを設定してメールが届いた時に自動的にラベルをつけるようにしましょう。前田セカンド君のメールをクリックしてメールを開きます。縦3点リーダーをクリックしてメールの自動振り分け設定をクリック。 From の欄に記入されたメールアドレスから届いたものに自動的にラベルをつけるようにします。フィルターを作成をクリック。ラベルをつけるにチェックを入れてからラベルを選択をクリック。セカンド君のラベルをクリックしてフィルターを作成をクリックします。前田セカンド君から先生にメールを送ってみましょう。前田セカンド君からメールが届きました。届いたメールにはすでにセカンド君のラベルが付けられています。フィルタではラベルをつける以外にもいろいろなことが設定できますのでいろいろ試してみてください。いかがでしたか？自動振り分けをすると受信トレイがメールで溢れかえるということがなくなります。いろいろな条件で振り分けができますので自分でいろいろ試してみてください。それでは次の動画でお目にかかりましょう。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。